はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。クソリッキー製造工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんはずっと俺のターンデッキっていうのをご存知でしょうか。ずっと俺のターンデッキって何するかっていうと、要するにですね、相手のターンを実質スキップするっていうね、ギミックなんですよ。これ今回ずっと俺のターンデッキ作ってきたんでご紹介していきたいんですが、どういうギミックかっていうと、相手のメインフェーズを丸ごとスキップします。はい。相手は、ドローフェーズ行きまして、スタンバイフェーズの後、いきなりバトルフェーズになって、で、バトルフェーズの後すぐにエンドフェーズになるっていう、なんか、まあ、実質何もできんっていうね、そういうギミックですね。これどうやってやっていくかっていうと、要はメインフェーズ1とメインフェーズ2をスキップすればいいんですよ。そうするともうほとんどもう速攻魔法とかしか使えないんで、まあ大体なんとかなるんですよね。メイン1とメイン2飛ばされたらだってもうモンスターも出せねえし、基本的には、まあ、バトルフェーズ入ったところで殴るモンスターも出してないから意味ないしみたいなことが起きるんで、すげえ強いんですよ、メイン1とメイン2飛ばすっていうのは。これをね、今回可能にするこの、巨竜魔王アモルファクターサイコという儀式モンスター、これを出し、でさらにこの、こちらにこいつがメインフェーズ1をスキップします、はい、メインフェーズ1スキップするマンと、あとこのターミナルワールドっていうメインフェーズ2をスキップするっていう、この2枚を使って相手の、メインフェーズ1とメインフェーズ2を丸ごとスキップしたるっていうね、そういったクソレッキとなっております。良い子は真似しないように。まあアメロファクターサイコが、どういう効果を持ってるかっていうと、こいつが儀式召喚に成功した場合、次の相手団のメインフェーズ1をスキップするっていう効果を、もう儀式召喚に成功した場合すぐに発動します。だから、もちろんバトルフェーズとかに相手がね、例えば禁じられたヒトシズクとか持ってるかもしれないですけど、そういうカードを聞きません。なんでかっていうと、もう適用してるんで、自分のターンで先行初手でいきなりアモルファクター最後出したら、まあ、この1番の方が適用されるんで、別にその後何されようと構わないという、非常に強力な、ね、効果を持っていますということですね。で、ちょっとデメリットとして、こいつがモンスターゾーンに存在する限り、フィールドの表側表示の融合シンクロエクシスモンスターの効果全部無効化されるということで、もう自分も、ものともね、無効にしてくるんで、まあ、なかなかね、厄介なモンスターなんですが、まあ、大丈夫、関係ない。スキップすればいいから、ターンを。うん。で、ターミナルワールドは、メインフェーズ1に発動できるんだけども、このカードが魔法トラップゾーンに存在する限りお互いのメインフェーズ2をスキップできますんで、このモンスターで1スキップして、このカードで2をスキップすることにより、実質相手ターンは何もできずに相手はターンをスキップせざるを得ないという、これがですね、ずっと俺のターンギミックです。はい。まあ、これをね、やっていけばいいんで、まあ、ちょっと、このモンスターは出すの簡単なんですよ。まあ、ドライドロンギミックを使えばね、ドライドロン の詳しいギミックはドライドロンデッキの方でやってるんで、よかったら見ていただきたいんですけども、そこのギミックを、まあ、応用すれば別にいいので、これはいくらでも出せるんだけども、これがねむずいんだよな。これ永続魔法のちょっとサーチが難しくてね。なんで、一応今回は左手の代償っていう謎のカードぶち込んで、一応絶対的にこのターミナルワールドを引きたいっていうことで一応これ入ってるんですけど、これはやりすぎかもしれないから、まあこの辺はねもうちょっと皆さん好きにね変えていただければいいんだけど、俺は絶対相手ターンスキップしたかったんで入れました。はい。で、メインギミックはドライトロンなんで、説明することはあんまないかなと思うんですが、これですね、禁止令っていうカードね、手札開発をケアしたいです。ウララとか、増殖する G とか、まあ、主にウララですね。主に春ウララが食らうとかなりきついんですよ、儀式デッキってね。サーチが入んなくなっちゃうんでね。デクレラディバイナーとか、あと弁天とかにやったら結構きついのがあるんで、なんで、この禁止令で春ウララって宣言すると、このカードが魔法トラップゾーンに存在する限り宣言された、カード名を、発動することができないというね効果があるんですよ。まあ抹殺の指名者とかでもいいんですけど、別にちょっと枠がないんで抹殺するね。なのでちょっと今回は枠の都合上禁止令という作業カードを入れました。はい。あと墓穴の指名者で、まあ、手札開発をケアして、アモルファクターサイコを儀式召喚して、ターミナルワールドを張って相手団を渡して、はいどうぞっつって、でメイン1メイン2スキップするけどどうぞっていう、そういう話ですね。でドライドロンのすごいところは、結局その3ターン目、要は先行で渡して相手ターンやり過ごして、3ターン目にもう一回アモルファクターサイコ出せるんですよね。だからもうずっと永続的に相手のメイン1メイン2を飛ばすことができるっていう、だからまあキル最悪取れなくてもなんとかなるっていうのがすごいところですね、このデッキの。はい。まあエクストラデッキはね、ちょっともうちょっと回路していただいてもいいんですけども、まあ適当に出せるモンスターをいっぱい入れればいいんだけど、注意してほしいのは、アモルファクターサイコがシンクロエクシーズ融合モンスターの効果を無効化してしまうので、まあ、基本的にはリンクモンスターで攻めた方がいいんですよ。なので、まあ、ちょっとリンクモンスター主体の攻め方にしています。はい。
ここはまあ、お好みでって感じなんだけど、私はこういったリンクモンスターを入れました。あと、この辺はね、アモルフォスサイド出さなくても強いように入ってる感じですかね。はい。まあちょっと動かし方はご覧いただきながら、ちょっと、見ていただければなと思いますので、早速ね、ずっと俺のターンでやっていきましょう。お前のターンねえから、デュエル、スタンバイ。一つ言っておいてやろう。お前に、もう、ターンは来ねえ。実質な、俺の名は、ディオ。時を止める能力を持っている。まあ、時を止めるというか、まあ、時をスキップするというか。まずは、一回、裏あるか確認しよう。デクレアラーディバイナーを召喚。デクレアラーディバイナーのモンスター効果。おっと、何も起きないな。なるほど。これはもう、ダラドリですか？ダラドリだったら、まあ、余裕ですよ、これ。ターミナルワールドが引けないといけないんですよ、このデッキね。ターミナルワールドだけはちょっとサーチがないので、まあ、ダラン・ベルシアンか、まあ、あれ、ですわ。左腕の代償か、なんか持ってくるしかないっていう感じなんですけども、まあ、これはもう雑にですね、雑に儀式したら勝てそうですね。はい。まずはドライトロン・ノバの効果を発動。ドライトロン・ノバの効果により、バン・アルファーディか。ちょっとなるべくソリティアを短めでいきたい。これ今1回目、2回目だろ ?2 回目、3回目、3回目、4回目、これニビル一応ケアしたいんですよね。ニビルを一応ケアしたいので、ここリンクリボーで、これ3回目でしょ ?4 回目、ケアできねえな。無理だわ。ちょっと無理だったわ。ニビルケアしようと思ったけど無理だったわ。んじゃあしょうがねえ。ニビルあったらごめんなさいで行くしかねえ。ドライトロン、バンアルファの効果発動。バンアルファの効果によりアモルファクターサイコを墓地に送ってこのモンスターを特殊召喚し、特殊召喚した成功時の効果発動。これはメテオニスでいいか。メテオニスでいいな。なんかあんまりソリティアちょっとしてもしゃあねえし、なんかもうちょっと回せるかもしれないけども、なんかめんどくさいからこれ出すわ。もうメテオニスドライトロン効果発動。攻撃力が2950以上になるように機械族儀式モンスターまたはフィールド上の機械族モンスターをリリースし、儀式召喚現れろ。アモルファクターサイコ。そしてこのモンスターが儀式召喚に成功した場合、お前は次のメインフェーズ1をスキップしなければならない。そしてメデオニスドライトロンの効果発動。メデロニスドライトロンの効果は、機械族モンスターの打点を下げると回収することができる。そして2体のモンスターでリンク召喚。ちなみにアモルファクター君はですね、シンクロエクシーズ融合モンスターの効果全部無効にするっていうやばい効果持ってるのでリンクモンスターじゃないとダメなんですよ、盤面に残るのはね。そしてターミナルワールドを発動。ターミナルワールドの効果によりお前は次のメインフェーズ2をスキップしなければならないお前はつまりメインフェーズ1とメインフェーズ2がスキップされる。つまりお前はドローフェーズ、バトルフェーズ、エンドフェーズしか体験することができないのだよ。さあバトルフェーズに移行しなさあそしてメインフェーズ2がスキップされるエンドフェーズだぜずっと俺のターン。さあここからはあとは蹂躙の時間だぜクソデッキすぎる、クソデッキすぎる、あまりにもクソデッキ。パフニール発動すればいいか。そしてドライトロンノバーの効果を発動。ドライトロンノバーの効果によりデッキからドライトロンモンスター対応特殊召喚。エルガンマーを特殊召喚。そしてドライトロンバンアルファの効果発動。バンアルファは墓地に存在する場合ヒルドジョンドライトロンをリリースして特殊召喚できる。そしてバンアルファの効果発動。バンアルファはデッキから儀式モンスター一体を手札に加えることができる。そしてこっからはずっと俺のターンさせてもらうぜ。墓地に存在するエルガンマーの効果発動。エルガンマーの効果によりヒルドジョンの手札に存在するサイバーエンジン、これフィールド上でいいんじゃないこれ。ちょっともう一回遊ぼう。もう一回アモルファクター出したろもう一回アモルファクター出したろ。これエルガンマである必要なかったな。まあいいや、
2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚現れろ、ファフミューベーダー。そしてファフミューベーダーの効果発動。ファフミューベーダーの効果によりデッキから墓地にドライトロンカードを送ることができる。これによりルタデルタを墓地に送らせてもらうぜ。そしてルタデルタの効果発動。ルタデルタの効果により、サイバーエンジェルベンテンをリリースし、ルタデルタを特殊召喚。ルタデルタ特殊召喚成功時効果発動。儀式魔法を相手に見せつけてカードを1枚取ろう。エマージンサイバーやばい、めちゃめちゃ強い。そしてサイバーエンジェルベンテンの効果、これでデクレラーディバイナーを手札に加えさせてもらう。そしてデクレラーディバイナーを召喚。デクレラーディバイナーの効果発動。エクストラデッキより謎のモンスター1体をウォッチで送ることによりレベルを4個上げる。そしてアークデクレラーの効果発動。強すぎる。なんて強いんだ、なんて強いんだ。もうなんかやばすぎ。アクセス刺すか、一回アクセス刺すか、一回トロイミアしてからか、関係ねえかもう。勝ちやろ。俺はこの3体のモンスターでリーク召喚。現れよ、アクセスコールトーカー。そしてアクセスコールトーカーの効果はそう、アクセスコールトーカーの効果により、マスカレンのリンクかける1000の打点をアップするぜ。そしてメデオニスドライトロンを発動。メデオニスドライトロンの効果により俺は墓地よりキリウマをアモルファクター最高儀式召喚させてもらう。俺はメデオニスドライトロン QUA を墓地の振り、現れろアモルファクター最高。またお前のメインフェーズ中はスキップさせてもらう。これでずっと俺のターン。ずーっと俺のターンバトル。さあ一生メインフェーズ1とメインフェーズ2がスキップされる気持ちはどんな気持ちだ。さあ残機の用意はできているか。うわー、対戦ありがとうございました。お前のターンはもう二度と来ない。さあ先行はいただいた、計らぬ指名者がある。完璧だ、完璧な手札だ。俺はドライトロンバンアルファの効果を発動。バンアルファの効果によりサイバーエンジェルベンテンをリリースし、このモンスターを特殊召喚。敵から特定のカードを手札に加えさせてもらう。特定のカードはもちろん恐竜魔王アモルファクター最高。そしてサイバーエンジェルベンテンの効果発動。ベンテンの効果によりリリースされた場合転職モンスター1体を手札に加えることができる。これでデクレラーディバイナーを手札に加えさせてもらうぜ。そしてデクレラーディバイナーを攻撃表示で召喚。デクレラーディバイナーは召喚に成功した場合デッキまたはエクストラデッキからモンスター1体を墓地の振りることができる。そしてレベルを上げる。そしてこれでアークデクレラーを墓地の振り、アークデクレラーの効果発動。墓地の振られた場合儀式魔法または儀式モンスター1体を手札に加えることができる。これにより俺が手札に加えるのはもちろんそうメテオニスドライトロンという儀式魔法。そして俺はメテオニスドライトロン、メテオニスドライトロン発動するしかないよ俺。ドライトロンいねえしな。これ一回あれだな、あれしよう、なんだっけ、ベアトリーイーチしよう、ベアとオーバーさんにしよう。俺はベンテンを墓地より特殊召喚し、そしてレベル6のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。ちょっとドライトロンギミックあんまり俺ちょっと使い慣れてなくて回し方変だったらごめんね、なんか意味わかんない回し方してたらごめん。でベアトリーチェを特殊召喚。そしてベアトリーチェのモンスター効果発動。このモンスターは一旦一度愚かな埋葬をすることができるぜ。俺はベアトリーチェのオーバーレイユニットを一つ使いデッキからモンスター1体を墓地に送ることができる。俺は一旦エルガンマかな。そして墓地に存在するエルガンマーの効果発動。エルガンマーは手札に存在する儀式モンスター1体をリリースすることにより墓地から特殊召喚できる。現れよドライトロンエルガンマー。そしてエルガンマーの効果により墓地に存在するバンアルハは再び蘇る。そして、サイバーエンジェルベンテンの効果発動。ベンテンがリリースされた場合デッキから光属性転移モンスター1体を手札に加えることができる。これにより後続、を確保していく。そして墓地で存在するメデオニスドライトロンの効果を発動。フィールド上の、ドライトロンモンスターの打点を1000下げてこのカードを手札に回収。
そして2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れろドライトロン、ファフミューベル。ファフミューベーターは、エクシーズ召喚に成功した場合、デッキからドライトロンモンスター1体を墓地に送る効果を持っている。この効果により俺が墓地に送るのは、ドライトロン課金モンスター。これはルタデルタかなんかでいいか。ルタデルタを墓地に送っていこう。そしてルターデルタの効果発動。ルターデルタの効果により俺様は、手札に存在する恐竜魔王アモノファクターサイクを墓地に送り、このモンスターを特殊召喚、特殊召喚成功した場合、ギリシマ法を相手に見せつけることによってカードを1枚ドローできる。なるほど、割と強いじゃないか。ドライトロンファフニールを発動。ファフニールの効果によりデッキからドライトロンカードを1枚を手札に加えることができる。そしてドライトロンノバを発動。ドライトロンノバの効果によりデッキからドライトロンモンスター1体を特殊召喚することができる。これ未来利用も出るね出そうと思えば。まあちょっと今回はやめ、まあ、このぐらいにしといてあげようかなっていう感じしますけども、これで2体でマスカレーナかなんか出しとくか。2体でマスカレーナ しとくか。あのね、エクシーズモンスターは自分のアモルファクターサイコの効果で無効になっちゃうんですよ、効果が。あんま強くなくて、だから基本的にそのリンクモンスターに変えといた方が基本的にはいいんですよね。はい、一応これでアストラムとかも一応出せるから、まあなんとかなるんじゃないかな。で、ドライトロン、メテオニスドライトロンの効果を発動。メテオニスドライトロンの効果によりパフミューベーターのオーバーレイユニットを自識素材として利用させてもらう。俺はエルガンマーとバンアルファを墓地に送り、現れいでよ恐竜魔王アモルファクター最高。このモンスターが儀式召喚に成功した場合、次の相手のメインフェーズ1をスキップする。お前はメインフェーズ1をスキップされることは確定した。それメインコーン出さなくていい。アストラム別に出さなくていい。これ相手ターンでいいよ。これは相手ターンでもよろしいはず。で、アルゼーターを墓地より特殊召喚してアルゼーターの効果発動。アルゼーターの効果により儀式魔法を手札に加えておくぜ。よし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 。そしてターミナルワールドを発動。ターミナルワールドの効果によりお前はメインフェーズ2がスキップされる。さあお前のターンだよ。この効果によりメインフェーズ1とメインフェーズ2がスキップされ、そしてマスカレーナの効果で相手ターンに一度リンク召喚をすることもできる。メインフェーズだったらな、まあメインフェーズはスキップされるかな。まあ万が一 あったらねやばいですから。はい、さあおいおい早くバトルフェーズに移行しろよ。おなんかそこはあるぞ。まあでも言うてもう発動してしまってるんで、最高アモルファクター最高は別になんか禁じられた羊つくとか撃たれてもそんなに困んないっす。しかも相手バトルフェーズしかできないんで、モンスターそもそも出せねえっていうね話がありますからね。はい、出せるもんなら出してみやがる。なんかそこは多分なんかあるね、チェーン的に。まあいいだろ、そのぐらいはいるしや。いいぞ。オーカヨーレータン知らぬいがたり何。やばい、まずいぞ。これは効果を発動しても意味がない。やばい、まずい。ちょ、オーカヨーレータン知らぬいがたりはまずい。普通にバトルフェーズでモンスター出てしまう。まずい、マスカレーナ逃げろ、マスカレーナ逃げろ。うわあの、ね、メインフェーズスキップするからさ、あれなんだよね。まあ、ちょっと一応レベルだけ伝えとくけどさ、メインフェーズ1スキップされるからさ、マスカレーナの効果も知るんだよね。これなんかもうちょっと強いリンクモンスターいるかもしれないわ。あー、まあこれはしょうがないかな。これはしょうがないですね。いやー厳しい、非常に。アモルファクターサイコの効果によってベアトリチェの効果無効になってるんで。だったらターミナルワードの効果でお前はエンドフェーズになるぜ。はあ、残念だったら、あがいたところで俺様に勝つ道は非常に険しい道のだと言っておこう。ずっと俺のターン。なんで相手モンスター出てんだ、クソ。あ、ターミナルワード来た。はい。悔しいでしょうね。さあお前のターンはないと言っておこう。ターミナルワールドが引けた。お前のターンはもうない。残念ながらお前にターンが渡ることはない。実質な、ずっと俺のターン。俺はドライトロンファフニールを発動し、ファフニールの効果を発動。行くぜ、ヘイタクシー。俺はレベル6のチューナーモンスターとレベル6のチューナー以外のモンスターを墓地の送り、
実質新規の召喚、現れろアルティミトル、あ、じゃあアルティマヤツヨルキン。そして2体のモンスターでリンク召喚、現れろ IP マスカレロなんか盤面なんかすげえ強くなってるけど、これ大丈夫これ。そして俺はカードを1枚セットすることによりアルティマヤツヨルキンの効果を発動、タクシーの効果により、お客さんを呼んでいくぜ、クリスタルウィングシンクロドラゴン。そしてテラフォーミングを発動、テラフォーミングの効果によりファフに両手を投げさせてもらうぜ。そしてメテオニスドライトロンを発動、メテオニスドライトロンの効果により俺は、フィールド上に存在するルーターデルタとこのモンスターのエクシーサイを一つ使い、儀式召喚、現れろ恐竜魔王アーモルファクター最高。このモンスターが儀式召喚に成功した次のターンの相手のメインフェーズ1をスキップさせてもらう。ドン。そしてターミナルワールドを発動、これでメインフェーズ2もスキップさせてもらうぜ。これでずっと俺のターン。盤面強なんか、まあでも効果無効なってるんですけど、いくつか盤面結構強いっていうね。さあお前のターンだ。さあドローフェイズ、さあスタンバイフェイズを宣言してメインフェイズ一応スキップしな。なんかあるサイクロン何いや、ただでもメインフェイズ1はスキップされる、実質な。メインフェイズ1はスキップされる。さあどうする、メインフェイズ2だぜ。いや、まあシンクロモンスターとエクシーズモンスターの方がちょっと無効になっちゃってるんですけど、一応 IP マスカレーの方が生きてるんで、エンディミオン、うわめんどくさそう。エンディミオンはなんかエンディミオンを戻したらなんかなんとかなるっておばあちゃんが言ってた。いくぜ、俺は IP マスカレーナの効果を発動、 IP マスカレーナの効果によりこれちょっとアモルファクターサイコどっか行ってもらうか、アモルファクターサイコどっか行かせることによってその、クリスタルウィングシンクロドラゴンの効果を一旦復活させよう。マスカレーナとアモルファクターサイコを墓地の送り、行けリンク召喚現れよトロイメアユニコーン。トロイメアユニコーンのリンク召喚成功時効果発動、トレミアニコンがリンク召喚に成功した場合、手札を1枚墓地に送ることにより相手フィールド上のカードを1枚を選択し、そのカードを1枚デッキに戻すことができる。これはもうなんか一回儀式魔法使わなそうだな。儀式魔法を墓地に送り、お前のフィールド上の魔法としてエンディミオンをデッキに戻してもらう。よーし、これで繋いはずだまだ動けんのか。なに、そんな効果はクリスタルウィングシンクロドラゴンの効果で無効化させてもらう。誰やお前、なんそれ、なに、やばい、なんか無効を無効にしてきそうやばいなに、うわー、クリスタルウィング、クリスタルウィング、くー、いやでも相手も結構辛いぞこれ多分、言うてめちゃくちゃ動くなまだ手数あんの、アルテミス、もう手札ハンド1枚から俺これ返されたりしないよね。ルドラの魔導書やばやっば、え、世界終わる、これやばい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 ぞやばいぞ、あいつまだ動いてくんのか、まずいことが起きたぜ、エンディミオンが出てきた、まずいやばい、助けてくれそんなバカな、こんだけ妨害用意しといたのにメイン2でどんだけ動くこいつ、やばいこと起きてる、え、何これ、うわー、世界終わったくせー、世界終わったくせー、セレーネやば、いや、まだペンデラム召喚してなかったのあなたやばやめてやめてやめて、さっき頑張って破壊したのにまた出てきちゃった、うわー終わったー、でもバトルはできないから一応アクセスは一応出せるのか、これやばい、でも効果無効にしてくるやつでも、いや発動を無効にすることはできない、アクセスコール投下は一応チェーンには乗らねえ、これで頑張るしかねえ、ドロー、いけ、アクセスコード投下、アクセスコール投下のリンク召喚成功時効果発動、
このカードの効果に、チェーンすることはできないため、相手は、破壊を、まあ、ダダ通りするしかない。でもこれ属性ちょっと同じなんだよな、リンクモンスターの。これちょっとこのカード破壊して、ただもう破壊するカードもないんですよね。もうコストがないんですよね。全部闇なんですよね。墓地に存在するバンアルファの効果発動。バンアルファの効果によるパフミューベーターをリリースし、このモンスターを特殊召喚。あっやばい、まずい。くそ、カードをセットするしかねえ。そしてアルティマヤツヨルキンの効果発動。いやーこれもう一枚、これブラックローズじゃなくてあれだったな。まあでもな、別になんかアルティマヤツヨルキンがエースじゃないからな。ブラックローズドラゴンは一応あの1と6でシンクロ召喚できるか入れてるんですけど、ほとんど出したことないので、なくてもいいかもしれないね、これね。ドライトロンパフニンの効果はエンディミオンで止められていく。しっかりと、なるほど、なるほどねきついね、なるほどきついね。セレーネ効果、あ、それ相手ターンでも発動できるんだっけ知らねえ、それアクセスクロトーカーの経由地点としか見てなかったから。やべえ、なんかエンディミオンデッキで使うセレーネクソ強え。これ何する人。はい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 、これ何するマンですか、それ何するマン。一度除いて魔力カウンターを置くことができるモンスター1体をデッキから特殊召喚。強っやばっ、パフニールどうパフニールどうすか、通りますですよねクソ強いやんこのデッキ、ふざけんなよ。あちょくそバカな、メインフェーズ1とメインフェーズ2をスキップしたはずなのに、お前の手数どうなってんだよ、おかしいだろ。うわー俺に強っ。